ヘスティアーは、ギリシア神話に登場する炉、暖炉、家庭、家族、国家の正しい秩序を司る処女の女神である。クロノスとレアーの娘で、ゼウス、ポセイドーン、ハーデース、ヘーラー、デーメーテールとして、アテーナー、アルテミスと同じく処女神である。ヘスティアーの名前は、炉、暖炉、祭壇を意味し、これは、インドヨーロッパ語源のウェス、燃やすに由来することから、オイコスを意味する。クレータ島のドレロスとプリニアスの初期の神殿は暖炉を持つ建造物であり、デルポイのアポローン神殿は常に内部にヘスティアーを持っていたという。ミュケーナイの大広間は、ホメーロスのイタカのオデュッセウスの広間のように、中央に暖炉があったとされている。ローマ神話のウェスタと同一視される。ヘスティアーおよびウェスタの象徴となる聖獣はロバである。日本語では長部院を省略してヘスティアとも呼ばれる。古代ギリシアにおいて炉は家の中心であり、従ってヘスティアーは家庭生活の守護神として崇められた。スキタイで信仰される主神である。また炉は犠牲を捧げる場所でもあり、祭壇、祭祀の神でもある。さらに国は家庭の延長上にあるとされていたため国家統合の守護神とされ、各ポリスのヘスティアーの神殿の炉は国家の重要な会議の場であった。加えて、すべての孤児たちの保護者であるとされる。新植民地建設の際には、この神殿からヘスティアーの聖火をもたらすのが習わしだった。プラトーンによれば、彼女一人だけがのんびりしていたと言われ、のんきな印象の女神である。さて、展開においては、まずここに、偉大なる指揮者、ゼウス、翼ある馬車を借り、万物を秩序づけ、万物を配慮しながら、先駆けて進み行く。これに従うのは、11の部隊に整列された神々と、ダイモーンの軍勢。これはつまり、炉を守る女神、ヘスティアのみは一人、神々の住処に留まるからである。パイドロス 247A オリュンポス12神の一柱に、数えられるが別伝では、ヘスティアーの代わりに、ディオニューソスを数えることもある。これは、オリュンポス十二神に入れないことを嘆く折、ディオニューソスを憐れんで、ヘスティアーが、その座を譲ったためとされる。主な神話によれば、クロノスとレアーの長女であり、ゼウスらの姉である。ヘシオドスの、神闘記では、ヘスティアーの名前は、指定の中で最初に挙げられており、ホメーロス風賛歌の、アプロディーテ賛歌では、クロノスの長女であると述べられている。したがって、クロノスに最初に飲み込まれたのは、ヘスティアーだが、クロノスがゼウスによって打倒された際に最後に、吐き出されたため最も年少と言われることもあった。夫や子はなく所女神とされる。ポセイドーンとアポローンに求婚されたこともあるが、その申し出を断り、ゼウスの頭に手を置いて、永遠の処女を守ることを誓った。これに対してゼウスはヘスティアーに、結婚の喜びと引き換えに、すべての人間の家で、その中央に座すこと、犠牲の最良の部分を得ること、そしてすべての神殿で、他の神々と栄誉を分かつこと等の特権を与えたという。ピロメーラーの神話に登場し、ピロメーラー、プロクネー、テーレウスの三人を鳥に変身させている。ヘスティアーは、炉の神として、常に、家の中心に座すため、そこから動くことができないと信じられた。主な神話において、他の神々が戦ったり窮地に陥ったりしていても、彼女は、炉から離れることができないという理由から、介入することはなかった。そのため重要な神とされながら、神話には登場することが少ない。ゼウスはヘスティアーに、オリンポスの炉の火を、神々への動物の生贄の脂肪分や燃えやすい部分で維持する義務を課した。ありがとうございます。